両スイー高スイーパラネスイーさあ、はい、今回も、はい、砂漠シリーズの第2弾ということで、はいはい、まあ、1回目は両さんに、はい、アジを3枚におろしていただきましたけども、はい、今回は何度上がりますよ、おヒラメの5枚おろしをやりたいと思います、うん、うわー、残念だぜよな。しかもこちらを、まあ、多分そこぎようやなという意味でもう振りましたけど、岡村さんにヒラメやっていただこうということなんです。はい。で、はい、ひらべっちゃいからな。ひらべっちゃいから厚みがそんなないから、そもそも難しいかも。5枚おろし、こういって、こう両方からいくんですよね、裏面やり方さえわかんない。白い方も。そうなんです。あと言っておきましたけど、りょうさんで、岡村さん、はい、もし包丁持ってるなら持ってきてくださいということで、持ってきていただいたんでしょうか。当然じゃないですか。お、かっこいい。トランペットか。入れ物がすごい。こんなの入ってんの？宝石しようか。宝石しようか。羽賀健二さんみたいな。何これ？お、何よこれ？ちょっと待って。え、これ何？これ中華包丁。これ使ってないけど。すげ。ダン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 って。ニンニクこうやって潰すやつじゃん。うわ、すげえ。これにこれ取りでも潰せます。これだから。あのりょうさんが言うてたように、はい、僕も、はい、あのタモさんのジャングルテレビの料理、はいはいはい、のコーナーがあって、はい、その時に、岡村もさばけた方がいいんじゃないのってタモさんがよく言ってたんですよ、はい、ほんでその番組のスタッフさんから、はい、岡村さんも魚さばける方がいいんじゃないですかって言って、はい、あの家とかで練習してくださいってもらった。すげえ、絶対高いやつよ。めっちゃ絶対高いと思う。すごい。もう、だちょっと違うのも入れてるのよ。ああ、他で小さいやつも入れてるけど、いたいたり、そう。これはそれのセットじゃなかったですか。これはそれやで。わかった。え？すげえ。生で切る全部。すげえ。全部入ってるんですか。全部入ってる。すごい。ちょっと待って。油紙で。錆びないように。錆びないように。これ何ボリュームとかした？ええ、じゃあ名前いいです。何ボリュームとかってやるんですか？いや名前入ってないじゃん。僕らの質問に答えてください。わからん。何するやつかわからん。それ巻きはフラッツみたいな。めっちゃ切れそうやろ。いやめっちゃ切れそうやけど何？なんかに。本当に必ず持ち越されてこういうこと言って。でもほんまにだからあれやね。馬だったらどうにかね。そうやね。それ結局なんか使われてるのつこてんのって、うん、もうあれやね。これあちっちゃ。あそれがやっぱり使いやすいんや。使いやすいっていうか、もうこれだからもうこれ実家の近くでこうなんちゃう。結局これでバーバーバーってやってまうね。なるほどね。うん、でもそのヒラメってなったらやっぱこちらのちょっと大きめの。いや、そう、そのそうだけど、骨に当てながらこういくはずなんです。ヒラメは今まで捌いたことちゃん、あの、釣ったやん。はいはいはい、釣ったやん。はい、その時捌いたよ。写真はあるけど捌いた。なるほど。動画撮ってないけど、写真は縁側が難しかった。イメージがある。あ、じゃあリベンジ的な感じですか。でもそれもほんまに完全に YouTube 見ながらやる。なるほど。なので今回はまあこのチャンネルを見ればね、はい、やれるということなので、前のはですね、プロの方がヒラメを5枚にさばいておりますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。お前おるしかない。ヒラメは鱗が細かいので包丁ですくように鱗を取ります。
き引きをしたら少し鱗が残ると思うので、その手間で鱗を取ります。この時この苦玉を潰さないように気をつけてください。で、お腹の中の血合いを加えます。まずはヒレに沿って包丁を入れます逆側も同じように。5枚おろし終わりました。これがヒラメの縁側で、まずこの縁側を取ります。
して縁側の顔。ひらめ岡村さばきます、はい、難易度高いですよ。高いですね。だから本当にもう先生に教えてもらいながら、はい、居酒屋一世の藤岡さんに付きっきりでちょっとやってもらおうかな。そりゃそうですよ。自分でもやったことあるんですけどちゃんと正確なやつをね、もうだから YouTube こうやって見てあれしてものすごい時間かかったの覚えてる、うん、でもう忘れてるしね、もうさばき、はい、そうなるよね、楽しかなんてね、はい、先生、はい、じゃあ行きましょう、はい、何からいきましょう。まずですね、包丁は絵の持ってきましたね。少しちょっとぬめりがあるんで、はい、もっと包丁見てあげてください。包丁見てあげてください。名前入りですね。名前入りです。ええやつなんですよ。全然こっちが1回の使い方がない。これこの間1回使っただけ。ゆるちゃん、もっと包丁の興味持ってあげて。包丁よりももう技術やったから。そうそう、ゆるちゃんも包丁なんか別にええんですよ。あの岡村さん、滑りづらい、滑るのでこっち向けでいいですか、置いといて、はい、はい、これだからこのぬめり、うろこ取らなきゃいけませんね。じゃあこれが料理長さばいていただいた、はい、ヒラメの、はい、あ、縁側もきれい。この縁側がうまいこと取れないんですね。そうやね、ここ難しいねよ。これめっちゃむずい。うわ、どないしょ。こうしてください、岡村さん、お願いします。できたらすごいな。なんかあれでしょ、あの、何でしたっけ、すき引きですね。すき引き、はい、これね、俺もさっき見てましたけど無理やで。これですよね。はい。これで。包丁ちょっと濡らしてみましょう。そぎ切りやります。そぎ、そぎ。いや、俺なぁ。料理長やってるの見てもテクニックいるなと思いましたもん。ほな、やめよ。ちょっとみんなに、みんな真似できるようにした方がいいと思うんで。いや、ちょこっとやってみて。ああ。うん、そうやな。どんなもんか。どの辺からいい？最初見せましょう。あ、そうね。ほんで、何をびっくりするかって言った時に、この包丁と自分がやってるの同じかってびっくりするんですよ。めっちゃ簡単そうに見えるじゃないですか。そうそう、これも見たわ。これってとてもやないけどでけんと思ったわ。まあ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 、すごい。これ力いらないでしょ、これも。力いらんねんで。すごいな。そういう知識は俺らあるんですよね。でけんけどね。そう、でけんけどあるんです。もうすごいすごいすごい。で、これを。これ、ウロコをだけを切ってるんですよね。そうですね。こんなん見入ってまうやんな。絶対いくやん。絶対いくやん。全然力入れてないでしょ。そうですね。だけど、ふわっと滑らしてる。めっちゃ簡単にやってるでしょ。もう同じ包丁と思えへん動きなんですね。これ自分でやってきたら。不思議やわ。これを、クムさんちょっと。いや、いけるってお前、今日やからさ、これ、そういうのがね。そうですね。したら、ちょっとぐらい成功したいですね。なんか、5センチぐらい。絶対ほどない。ちょっと尻尾上げてました。はい。あの角度を自分で。お、いい。いいっすよ。1センチいった。ああ、いいっすよ。一回外れたら、これ鱗取るよりこっちの方が早いのか。うまい人らは早いですよね、絶対に。な。力いらんよ。力いらんよ。力いらんよ。力、ちょっと大胆にいきます。ちょっとはいるよ。ちょっと。全くいらんことないよ、力。ちょっとはいるよ。ちょっといるよ。ああ、いい。今でよかったです。せやけど、やっぱさ、途中で切れていってしまう。
角度が変わるってことですかね。そうですね、もうちょっと寝かしてずーっと寝かして、寝かして、いや、今、ただ今、ただ今、うん、おー、あ、でも、トレーンとかもあるわ。あと、包丁大きく使った方が、出た、出た、絶対言われんねん、さんも言われてましたね。包丁の長さ、こんだけある。本当だ。今岡村さんこんだけしか。出刃包丁より使ってないかも。いや岡村身長に合わせてるんですよ自分の。使えるその刃の長さも。あだけどうまいことを言ってますよ。このままいきます削ぎで。それとも落とします。いやいや一回でできる？いけそうですよ。ダメなんかな。包丁濡らしながらやった方がいい。もらわんねんな。これはしゃあないな。しゃあないよな。でもこれは別に残っても後で。取れば大筋だけ取っても、あ、大筋だけ取るんだ、はい、何がじゃあ必要かって言った時にはその大まかにスピーディーにやっていくっていうことが大事なんです。隙引きはどこまで行ったんですか先生は。行けるとこまで。だって鱗全部ないと。これでも岡村器用やからこれできてるけど多分見てる人できないんで。これ絶対できる。これもう絶対にいつも初めから簡単なやり方あるんですよ、ね、はい、ありますね。だからあれやろ、鱗を普通にシール倒しね、なそれやりましたもん、はい、それやりましょう、はい、そうしましょう。上手かったです。上手かった。上手かった。上手かった。でもこれ見てる方が多分それできない方がいてると思うので、その人のためにそうなんですよ。 YouTube 見るってことはどうやってさばくんやろうってことは多分オラみたいに初心者の方が多いって多いと思います。多分スチールスチールタワシガシガシにするタワシ。なるほど。これやったら平面の時いけるらしいよ。平面の時はガシガシそれでいっちゃいます。これは力入れてやったら大丈夫。はい。やりましょうか先生。はい。あ、お塩なでいいだろ。岡先生行きましょう。はい。あ、ちょっと待って。はい。よし。よし。よし。あ、ありがとうございます。あ、だけど、月引きうまかったっすね。うまい。いや、マジで上手でした。だけど、でもね、怖いですよ。怖いし、いつにドーンってこんな、なるか。バラエティーにするんだったら。切れのギリギリの部分をきれいになるべく、ここに包丁入るんで。ほんで、めちゃめちゃ鱗が後から残った。また、いっぱいに。子供から怒られる。刺身やってて、ちょっと鱗。いや、ね。あの一番ダメなんですね料理で。え、お刺身とかに喜ばれてですよね。あれすごい嫌がられる。じゃあできましたね大体。大体裏、あと裏側で。よっしゃ。これどうやりでしょうか。こっから出番で書いたやつな。ついに。おいズドンと、はい、行きました。行ってる感じです。下まで行っちゃった。気合遅そう。行きましたよ。はい。だから、はい、持ち上げていただくと向こう側来て、あ、そこ引っ張られただけ。これ、はい。はい。したらこの内臓がヒレを持ち上げて、こっからこう斜めに。気合よく入れないように。奥入れると、どうなる？苦玉があるんで。あ、何がある？苦玉。こっちです。あの苦玉ね。そうね。ちっちゃな玉ある。臭いねなあれ。あ、緑色の液が出る。へえ。あれ苦玉。はい。これでいいですか？はい。苦玉なんか。だから、はい、逆に繰り返して。こう。これ同じようにこの斜めに。苦玉をこの裏側の包丁入れてすぐのとこにあるんで、あ、え、ここが一番苦玉潰しです、はい、苦玉潰しあドキドキしますね。先にこっち落とした方が見えると思います。苦玉こっちがこうですか。はい、もう潰してるじゃん。入れてすぐにもう潰してるじゃん。いやいや、怖い。何なん苦玉って何をする期間なんですか。単純ですね。単純。はい。あ、ありますね。緑玉。どれどれどれ見せて。うわ、緑のやつですか。はい。めっちゃ綺麗な緑。はい。あとは早く取った方がいいです。
そんな鮮やかな緑なんや。気になるよ。ちょっと、さかさかさか。よしよしよし。新潟も潰して。ほら。これですね。うわ、新潟も。うわ、真緑。こいつを潰すと。出てこい。取れんの？切らんでいいの？これどうしてるんですか？抜けます。抜けます。はい。あそこに魚入ってよいしょこれが苦玉ですこれね。これを。これ潰したらあかんね。潰したら。魚全部あります。うん、そしたら、うん、そっからだ。ごめん。逆に入れて、こう開いていかないといけないんです。こう開いていただいて、はい。そしたら、この、血合いを、はい、刃先を使って、カリカリカリっと。うん、なかなかやな、ひらめのあれは。よし、じゃあここまで来た。こっからや、ほんで最後で手順でいくと、はい、まずここ、ここと、はい、そっちなんだ。ここに包丁を入れて、はい、ライン、ガイド。ラインを。それも一緒やねんけどね。気をつけてよ、手元。うん、よく待ってね。こんな感じで。こんな感じで。はい、いい音してますよ。ああ、美味しそう。やめよ。うまいよな。はい、でも、こっち今度そうです、ね、ガイドだけつけてこれ、縁側無駄になってるえあもっと無駄縁側もっとこっちそうですね、あのギリギリ印象ははいそっち側やってもだよやってもだな、お前やってもだこのギリギリでここに縁側がいらっしゃるそれで、さっきもりょうさんにも言ったんですけど、はい、刃先でやると、うん、下に入っちゃいやすいんで、うん、ここの全体を使うようにしてそうやねこれ感じすぎやね岡村お前今グッグッグッガリガリ言ってたよな縁側感じやがんねそこはあとさっきまで骨感じてって言ってたじゃないですかあと岡村さんもう一個プラスアルファで怒られるりょうさんの時にも言ったでしょって言われた聞いてなかったんですか聞いてなかったんですか学習せよお前っていうハラネシフィッシングクラブみんなで怒られたすいません料理長すいませんあここもったいね押したな真ん中こっちから行こうこっちから体をあれするんじゃなくてなるべく魚を動かして魚を動かしてここに中骨あります、はい、やっぱ50超えるとなかなか怒られないからねこういうのも必要だし、ねはい、すいません完成しますこうですね、はい、これこそ骨先端また刃先使わずに他の、はい、言い返しリオさんと聞いたでしょって言あの包丁長い長さなら長さ目いっぱい使った方が早く終わるへえ切りましたはい。そしたら、こっち向けていただいて。はい、やった、こっからだ。この、まず腹の骨を、腹骨あります、ね、はいはい。これを外していただく。外す、はい、どうやってえ外すの意味はいいですかはい。外す。入ったら、うん、骨って三角にこうなってるんで、こう。ええこうやってやると。コロ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 。めちゃくちゃ綺麗にいった。で、あとはここを下ろしてみる。これ何回やってもいいんで、なるべく。え、何回やってもいい。え、また刃先になってます。はい、お願いします。あと2回ですよ、チャンス。終了じゃないですか。強制終了ありですか。いや、もう終わりやわ。ちょっとそっちから行くんだ。こっちから。まあ、いろいろやり方はあるんですけど。うん。こっちの方がいいんだ。刃先になってますよ。安いね。入ってるの。いや、わかるんですよ。刃先で骨を僕ら感じたいんですよ。けど、全体で、腹で全部。刃先で角度が入っちゃうと骨の中入りやすいんですよ。うん、エイリアから。だから、一本しか当たんないじゃないですか。うんはい、で、こうまっすぐすれば、最後の全体で。全体で。ああ、なるほど。理屈はそうなのか。そうやけど、これ身が、ね、難しいですよ。指先でなんとかなんの刃先やもんな。動かしやすいのは。身が切れていくよ。一番、ほんと。
カルディさんにやってほしいやけど。そんな器用もできんの。何回やってもいいって言うけど、うん、いい感じじゃないですか。俺は感じてるよ。だいぶいった。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。ちょっと俺がいろんな話してこの辺も縁側ちゃん。ここ縁側難しそう。難しい。先生ここどうしたらいいんですか。まあ言いたいけど。先生4枚ありますから大丈夫ですよ。先生縁側いっぱい食べたいでしょみんな。1枚ぐらい失敗してもいいと。これ縁側も食べたいんです。縁側が食べたいんです。あ、いいです。縁側も縁側でまるまる一緒に切るってことないの。ここ縁側の別で切るのことか。あ、そういう人もいます。そのイメージそうでした。縁側だけ別で、うん、うまい。わ、でも上手っすね。いいんじゃないですか。いやいや、綺麗です。あ、うん、なんか先だけじゃなくて全体使ってるし。いや、使ってないと怒られる。いや、怒りはしない。呆れるだけなんですか。俺でも自分で釣ったことないし、ただ美味しいと噂だけど、これどうですか。どう、これ骨。あ、これが骨なんだ。あ、本当だ。なんとなく見て、この前こう取れてもた。わかむずむず。これですか。うん、いや、こっから下のやつ。あ、ほんまや。まだこうやって外すの。大丈夫。すげえフォローがうまい。リカバリーがいいとどうしてどうにかなりますもん。先生、まあまあええんちゃいます。これええのに。いや、綺麗ですよ。どうですか。取れてるやん。まあまあええんちゃう。リカバリー良かったっすね。リカバリーもできた。骨のとこ綺麗に外れてる。まずは、はい、まずはここまで、はい、で、こっち、はい、おい、腹の方ができたってことはもう背中の方なんてもうちょっと簡単のような気がする、ね、イメージは。そうやな。はい。腹先にうまいこと言った。すげえ。難しいで、やっぱり。こっち側からでいい。どっちが先。また、さっきのやつですか。さっき三角形の効いたのあれな。三角形の包丁。あの、それがよく分からへんよ。そうなのね。こっち側から行きたいよ。あ、行っていいですね。あ、今、はい、いいですか。この、はい、さっき下ろした骨持ってくるんで、はい、骨だけ。あ、はい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 。骨を見てもらう。あ、構造。あ、構造。骨が本当だ。めっちゃ綺麗ですね。三角なんですよ。あ、骨が三角。あ、ほんまや。出っ張ってる。これ上尖ってますね。だからこれをこう入れちゃうとここの身が残っちゃうんで、まず斜めにこう。ああ、沿わして。沿わしてこの骨を真ん中の骨をこう外すと。へえ。もう先生。まあ、言ってる意味はわかるけど。見せつけますよね。テクニック見せるよね。あ、また刃先まで言われる。見してくださいって言ってるからね、こっちが。それ見してくれるよ、うん、こっから難しいわ。その三角をイメージして、うん、下で。ヒラメが特にってことですか、この三角っていうのは。いや、まあ、別にどん全体って全部です。これやっぱ無駄にちょっとしてる部分はかなりあると思うんですな。魚のさばいってもあ、全部縁側持ってかれてる。お前、縁側じゃお前。やっぱ最初のガイドライン。あ、ガイドで失敗したから。岡村さんが そっち側か。そう。先生、もうこれ致し方なし。もうしゃあないね、切れちゃってるからね。うまそうな身だ。小先生、もうグンと切ってもいいですか。はい、大丈夫。ちょっとでも縁側を救出したいけど、あんまり立ち上げると下入っちゃいます、はい、骨の中が下に、うん、いや、リカバリしてるけど、あ、美味しそうな縁側残してるやんか。いや、最初のガイドは失敗したいよ、ごめんごめんなさい。奥さんショックやで、お前こんなん見たら。あなた縁側残してるやんって言われる。骨下全部いっちゃってますね、そっから。そうなんですよ。それが言ってた骨の下に回るってやつですね。なっちゃったな。美味しそうな縁側残ってるわ、ほんまに。ごめん。めちゃだね。いや、縁側失敗。
最初のやっぱりガイドの失敗、まあ、あれがやっぱ大きいな。ギリギリに行かなかった。あそこで決まるんすね。そうやな。いるんだそこに。気づかへんだそれ。これ全部ひっついた骨っすか。そうです。木は。綺麗にさばけた思ったけどちゃうんだな。わからんな。ため息、料理長のため息はヒレのこの、あ、またそれ見せる、ヒレやつ見せる、ヒレやつ見せる、どうなってるかね、あの構造を分かってあげてください。そうね、ここキワキワのほんまにキワキワ切ってる、すごい、ここまでだけど、もう一回なんかこれ難しいなんのよ、もう切り、もう一回チャンスあると思うんだけど、もうその時は難しい、アドバイスある、どっち側から、どっち側から行きましょう、いや、さっき頼んだここ入れて入れて、ここギリギリとここギリギリ、うわもうだけどここ縁がないよ、ね、ちょっともうあそこ穴開いてますもん、ほんまや、ここをここ一回、はい、グッ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 、ね、はい、で、あここもだけど厳しいですね、こっちからでもいいですか、いやどっちでも構わない、先生のやつ見るとすごくギリギリ攻めたくなりますよね、そうあの構造思い出して、うんうん、やることは難しいんですけど、はい、骨硬い方なんで、おろす方はおろしやすい。タイもそうなんですけど。まあ、タイそうですね。はい、え、逆にその骨柔らかいってどんな魚ですか？まあ、サワラとかも柔らかいですし、あとマダガツオ。マダガツオ。もう柔らかいですね。え、マダガツオ、この歯がこうなんですか？あの、なんか、ま、丸い、丸っちょうど、ね。よく関西では最強漬けなんですよ。あ、はい。あの、アマゾンにいそうな方やってる。ピラニアのなんか。ああ、マナガツオ。マナガツオいた？マナガツオはいないですよ。いない。あ、光だった。あ、取れないですか、この辺では。はい。そうなんや。はい。めちゃくちゃ喜んでる。意外とうまかったのが、メダイがうまかったです。ああ、メダイも釣ったっすね。釣った人釣ってない。あの、ぬるっとして、あの、ぬめっとして、全体的に。目で、あの、そうそうそう、そう、デコパチがちょっと出てる感じ。あれよっしゃ、ギリギリいったで。ガイド、ガイド作りました。やったな、そして真ん中。はい、さあ。どっから、ほんで、こいつな。開けるよ。三角、先端に開けるよ。先端だけじゃなくて腹も使わせて、はいはい、はい、そしてあれですね、こっちやな、こっちでいいですよ、今度こっちから、こっちか、はい、こっちからベロンってめくってやるやつですね、で骨を感じる、え、これ骨、そうです、三角形の骨、三角形の、え、裏側でも三角形になってるんですか、裏側も三角形、ひし形みたいな、あ、なってる、ひし形みたいな、だからひし、そう、そういうことか、はい、要は骨がこう四角くなってる、うん、ひし形の骨がずっとあるってことですよね、おぉ、へぇ、あれってでも結構深くない、深かったの、何の程度で釣れたかわかんないですけど、なんか深場のジギングとかでなんか釣れるイメージ、うん、いや、俺も一回しか食ったことなかった、あれうまいっていう印象がすごい残る感じのような気がする、だいぶ、はい、穴開いてますけど、はい、どうしたらいいですか、ここからは、そのままあの外しちゃっていいですか、ここまで、なんかついてきてるんですか、全部なんか見えちゃいけないもん見えてます、はい、ガイドに添えてないというか、何がリカバリーしましょう、リカバリーしてください、はい、添えてないな、でも綺麗、なんか良さそうですけどね、あ、ここがちょっといっちゃったらしい、あ、でもそれ前のターンの時、そうやな、後ろはなんか大丈夫そうですよ、リカバリーがまずできへんからな、そうやな、1回ミスった時、俺らが、俺らこうなったら、俺しかったら、困ったら俺キッチンバサミ出して、もうそうなるよな、で後からそこを切れてるけど、もうな、さす際の部分がやっぱ難しいですね。難しいですね。そうですね。そこちゃんとガイドをしっかり最初に、はいはいはい、
入れてそこに到達せなくそこに行かへんのよ、うん、やり直し効かんからなガイド。そう、これ今のこれは、はい、その一発目の表側のガイドのとは別に関係ないですかね。これは違いますね。あ、これは関係ない、はい、すげえ。うわすごいすごい、うわうわすごい、あー絵が、うわーナイス、さすが先生、ウェイ、うわすげえ、どういうことなるやん、リンガー出てきた、出てきた、出てきましたわ、入りましたよ。こういうところに包丁が入っちゃうのは、うん、包丁が立っちゃってる、立ってんのか、刃先だけで、うん、はい、だから寝かせ入ってっちゃう、寝かせて全体で、むずいわ、いよいよラスト、はい、行きましょう、綺麗にできてるけどな、どうです、最初だっけやね、この三角形のとこだけ、ひし形になってるとこだけはちょっと立てて、そこはガリガリっと赤骨のレーザーです。立てて。ちょっと右残ってんな。いかがりなしにしてやはりかわいい。先生、この この端っこの顔のとことか、はい、どないしますの、ね、どないしますって。どないしますのにやって。どうやって。そうそうそう。そことか、あ、だからここの、うん、あれをちゃんと切れてないんですよ、この、あ、落とせてないのか、そしたら右がいける、そしたらこう開いて、はぁ、広い方から行った方がいいのか、かといってヒラメ練習したいと思ってこれ釣り買ってくると激高ですよね、いろいろ考えたら、まあ失敗や次とはいかんよね、なかなか。そうやって考えると、釣るの大事だな。そう。また外房行かないといけないです。行かなあかんな。なんか、ああいうほら、はい、美容師さんとかがさ、はい、髪の毛切るときにさ、はい、顔だけのやつ買ってきてさ、なんかやるやんか。はい、ああいうのを出してほしいよな。出してほしい。ヒラメの。一回さばいたらまた元に戻ってみたいじゃん。あれも、元に戻ってないですから。あの美容師さんのやつね、そうですね。戻ってないか。切ったら切りパンチ。切ったら切りパンチ。難しい。ひらめ前だから、あまりにも難しいから、引きさばいて、うん、ちっちゃい方を、いいものにしちゃいましたから。もう一問、そのためだ。もう上にバツ入れてさ、そのまま煮つける。いいね、これ失敗ないやんか。ではどうにかわりしよう。おお、でもまあでもええやん。いや上手。もうちょいもうちょい。そこそこ。よいしょ。あ、綺麗。はい、綺麗。あそこね。あ、行きましたね。はい。行きましたね。ギリどう？いいんじゃない？でしょ。はい。あんまり先生は褒めてくれない。プロです。褒めて伸ばしてくれることはない。もう一度この最後残ったこの形夜長と見比べてください。の骨の。すぐ先生。この違いですよ。これ絶対出してきますよ、なんか。自慢げに。わかりやすいじゃないですか。やめてくださいよ、それ。うわー、すごいな。頑張った方がええねんで。いやいや、ここまで、なぁ、やったら、それはもう先生、捨てといてください。見せつけるかのように。こんだけ取ってるって、店長はもうちょっと見せなかった、ね、久々にうまいこと言ったんちゃいます、いいやつ、学に入れるんちゃいますの、家に頭とかポンポン捨ててんのに、干すんですよ、ああ干して骨せんべいにする、ああ、そうか、そうか、それでもう見栄えもなる、ああ、サイド、なるほど、ここの部分は硬いんですけど干して こっちを上げれば、全部食えんのよ、全部食べれる、ああ、もうそれとかないもん、あ、でもね、岡村さん、はい、まあね、ヒラメの5枚おろし素晴らしい完成しましたけども、サクサク、サクサク、多分これそのハウトゥーの方、先生がさばいてる方を何回も見ていただいて、イメージして、で、あと岡村、多分岡村がどこ失敗したかっていうのをちゃんと見てれば、うん、失敗の回数減るんじゃないかなと、そうそうそう、ここ気をつけてね、うん、絶対何か所あったので、やりやすいよね、失敗みたいな、これを参考にしていただいて、皆さん挑戦してみてください、はい、はい、大丈夫ですか、はい、はい、以上でございます。いや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 、時間かかったな、やっぱり。